ポリエチレン絶縁劣化のイメージ水トリーは、過強ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルの絶縁層内に侵入した微量の水分や異物が強弱変化により絶縁体の中を浸透し、絶縁劣化を経て絶縁破壊する現象。水トリー現象とも、CV ケーブルの例絶縁体の過強ポリエチレン中のボイドや異物を起点とした事上に広がる劣化部位で徐々に コロナ放電が発生し、繰り返されることで、絶縁層が侵食され、最終的に短絡、地落に至る。絶縁破壊に至ると、自家設備の停電だけでなく、電力会社側への波及事故をも引き起こす、可能性がある。絶縁劣化の原因は、水だけでなく、油、化学物質、熱、応力等がある。 劣化の前兆現象を捉えるため数々の技術開発が行われている。前兆現象を捉えることで、絶縁破壊する前に問題となるケーブルを交換し、重大事故を防ぐ。絶縁劣化の診断は活線と停電で行う方法がある。電気を止められない設備、施設の増加により、活線で常時監視する方法が広がりつつある。検出方法には、冷床電流法、 低周波超情報、直流超情報、直流成分法、残留電化法などがある。30年以上を経過する CV ケーブルは劣化が進んでいるので早急な劣化診断の実施が望まれる。関東電気保安協会では1976年以前に製造された CV ケーブルの交換を呼びかけている。ありがとうございます。